Face to Lovers。 はい、女性新チャンネルケースタラバーズ司会進行の女性新副編集長の田原明夫です。今日はですね、久々の来日、そして久々の日本での再活動です。パクジョンミンさんにいらっしゃっていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。パクジョンミンです。はい、いつもの目標なんですけど、また、本当の普通のパク・ジョンミンでいたい。普通の普通のパク・ジョンミンという人として、みんなから認めてもらいたいという気持ちなんですね。今回のアルバム全体、ミニアルバムは、すごいいろんなジョンミンの姿が入っているんですね。特に Save Us Tonight という曲は結構アイドル的なそういう色をちょっと入れたんですね。久しぶりに、ソロになってから実は僕結構なんか力強い曲だったり、結構男らしいそういう曲ばかり歌ったんですけど、今回は、久しぶりに結構アイドルっぽいちょっと明るい感じの歌を歌うんで、皆さんぜひ楽しみにしててください。はい、アイドルジョンミンです。そうですね、前回の歌詞、全体的な歌詞を僕が書いたんで、日本語というでもな、やっぱり韓国語のバージョンもあるんですけど、アルバムの中でだから日本語は日本語で、韓国語は韓国語でみたいな感じで分けて、多分なんか大体の流れは一緒なんですけど、全然使う言葉が違くなったりとかするところもたくさんあるんで、でもそれもすごくなんか面白いところの中で一つじゃないかなと、そう思うんですね。実はこの今回のアルバムは本当になんか日本のプロデューサーがいなくて、一人で韓国で詩を書いてレコーディングをして、まあ正直なんかもしかして発音だったりなんか歌詞だったり間違えたらどうしようというちょっと心配半分の心配があってあったんですけど、でも聴いてるスタッフの皆さんが大丈夫だって言ってくれてほっとしたっていうか。ファンの皆さんが、パク・ジョンミンの歌が聴きたいということが、まあそういう話がたくさんあって、やっぱりレコード会社だったりとかね、いろんな会社があると、そういうなんかアルバムとか音楽出したい時に出せないから、やっぱり音楽をとりあえずみんなの希望の通りいっぱい作っていきたいという気持ちがあったんですね。それでやっぱりそのためには自分の会社が必要ということを思いついて、会社を立ち上げて行こうと決めました。そう、やっぱり、ファンの皆さんがパク・ジョンミンのどこが好きと聞くと、やっぱり歌声という答えがたくさん、一番たくさんあるので、それを答えたい、ファンの人の気持ちに応えたいということなんですね。そうですね、最初この曲を聴いた時に、どういう風に撮ればいいかなというすごく悩んでですね、で、最初はなんか UCC ビデオって知ってますか、そういう風にちょっとなんかラフな感じで撮ろうかなと思ってたんですけど、やっぱり今回パク・ジョンミンアイドルに戻れたという、はいはい、そういう、のをちょっとなんか撮りたいなと思って、ちょっと、変更線を変えて、ちょっと明るい、初めての野外撮影をしました。ずっと、一緒にいたい、この今夜が過ぎてもずっとここにいてみたいな感じで、もう相手の方が意図しつけて仕方ない感じですね。で、例えばこうなんか普通に、そうなんか
挨拶する、元気みたいな、そういう聞くのも実は、愛情のそういうなんか2人だけのそういう、暗号みたいなものだみたいな感じ。いろんな魅力を持ってるんだなと思うんですね。チームによっていろんな違う魅力があって、まあ、選べられるみたいな、ファンのとしてはすごくなんか面白い、楽しい。やっぱり WS501 の魅力はやっぱりすごく自由で明るくて元気を出せるような、はい、ちょっとこう頼れるようなそういうグループもあるし、すごくなんかパフォーマンス的なにすごくいい、そういうパフォーマーのグループもたくさんあるし、まあ、いろいろあって、まあ、みんなそれぞれ頑張って、誇らしい、はいはいはい、誇らしいです。はい、お久しぶりです。パクジョンです。待っててくれて本当にありがとうございます。これからも、バンバンどんどん、皆さんに、近づきたいと思いますので、僕をこう胸をこう幅を開いて僕を抱いてください。それでは、応援よろしくぞ。はい、今日はですね、本当に久しぶりです。でもやっぱり日本の、K-POP のですね、始まりは、WS501 パクジョンミンさんたちの活動があってこそだと思います。これからも新しい活動を頑張られるパクジョンミンさんに今日は来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。 Yay!